知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小座をお聞きの皆さん、そして FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。さあ、毎度のごとく週末金曜日がやってきました。どのような週末を予定されるんでしょうね。もう11月もね、後半戦にもうそろそろ入るということで、早いところではもう忘年会のね予定を立ってる企業様もいらっしゃるようで、やっぱり12月ってね、本当に立て込んじゃうので前もってやるという話をちらほらと聞いています。まあ、これから年末年始に向けて皆さんの胃腸がちょっと心配な千葉なその子ですけどもね、自分の心配をしろよという感じもしますけどもね。まあ、今年はちょっとのんびりの年末を過ごせそうかななんて思っていますけども、さあ今日のお天気、暑いですね。なんだか沖縄一時期さ、ちょっと涼しくなったのにまっとぶり返して夏になっちゃいました。早速今日の天気予報を紹介していきましょう。沖縄気象台発表によりますと、本日沖縄地方と大東島地方、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょうと。先島諸島では気圧の谷の影響で曇りの天気となる見込みとなっているようですね。さあ、沖縄本島中南部地方の天気は晴れということです。この後の降水確率は 10% と出ていますが、ほぼ雨は降らないでしょうね。まあ、天気、空を見てても通り雨なんていうのも感じられません。青空が高く広がってますね。まあ、夏空に近いかなという感じがいたします。日中の最高気温は29度まで上がる予報が出ています。風が南東の風、暑い風が吹いてんだね。南東の風が吹いてますね。波の高さは 1.5 メートルとなっています。沖縄本島地方ね、高気圧に覆われています。なので、熱中症対策もまだまだ引き続き注意なさってください。そして沖縄地方の沿岸の海域は波がやや高いでしょうと出ていますのでね、船舶ご利用の方、まだまだマリンレジャー楽しんでいる方はそちらの方もご注意ください。以上、本日のお天気でした。さあね、この昼ラジ、毎回月曜日から金曜日まで担当変わってね、5人で回してるんですけども、今週のリスナープレゼントですね、今日ゲストがちょっと入れ替わりまして、沖縄残波岬ロイヤルホテルが入ることになってるんですが、リスナープレゼントは通常通り2週目のプレゼントという形で、花風リゾート付着コンドホテルの方を紹介させていただいております。ワイン&ダイニングザ・オレンジ、そちらのランチペア券を2組様ご用意しております。東シナ海の絶景とともに沖縄食材をふんだんに使ったイタリアンをお楽しみください。ご希望の方はメールでお送りくださいね。件名に昼ラジリスナープレゼント、本文にはお名前、ご連絡先を必ずご明記ください。またね、番組へのご意見、ご感想などもあると、デージ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。メールアドレス紹介しますよ。専用アドレスとなっています。ひるらじ12@gmail.com。ひるらじ12@gmail.com となります。締め切りは今週いっぱいです。たくさんのご応募お待ちしていますよ。もう番組前にもね、早速メールご応募いただいているようです。ありがとうございます。当選者は来週のこの時間、ひるらじ内で発表いたしますので、必ず来週も聞いてください。よろしくお願いいたします。さあ、そして先週はね、沖縄マリオットリゾート&スパビュッフェレストランオールスタービュッフェの、ランチ券のプレゼントでした。お二人当選されてますよ。まずお一人目、3人のママきなっち様です。おめでとうございます。さあ、そして県外リスナーでしょうね、これね、リスちゃんだね。おめでとうございます。沖縄来るタイミングがあればぜひご利用いただきたいなと思います。スタッフから後ほどね、食事券の受け取りについてご連絡がいくかと思いますので、どうぞ、連絡の方お待ちください。よろしくお願いします。さあ、そしてね、今日ゲストが入って後半戦うまくいけば、もしもしやーもね、みんなともしも〇〇だったらっていう話をしていきたいんですが、
今日のもしもしアームはね、まあ、忘年会シーズンが近いということでこんな感じです。今日のもしもしアーム、もしも出先で靴がなくなったらという感じでさせていただきたいと思います。私経験あるんですよね。忘年会シーズン、まあ、あの靴を脱いでね、座敷に上がってワイワイお酒飲んでるこう団体がいっぱいあるわけじゃないですか。靴を履き間違えて帰っちゃう人いませんか、周りにね。まあ経験がある方、もしくは取られないように何か対策を教えてくれると嬉しいなと思っています。メールでね、ぜひあのご意見ください。先ほどのメールアドレスと一緒ですね、ひるらじ12@gmail.com までお願いします。さあ、そしてこのラジオね、地上波でも流れていますが、インターネットでツイキャス、ユーストリーム合わせて動画配信しております。コザのツイキャスにはルドルフさん来てますね。はい、さあ、こんにちは、その子さん、今日も楽しく行きましょうということですね。そちらの画面にはゲストさんが3人映っていますよ。そして FM 技能案のツイキャスの方も配信しています。チャラチャラ AKB ファンさん来てますね。やっとその子さんだと、ありがとうございます、ね、こちらは私が映ってますので両方いろいろ見てください。ユーストリームもね、あります。そして後日YouTube か、そちらの方にアーカイブされますのでね、また見たいなという方はぜひ見てください。回数増やしてください。よろしくお願いいたします。さあ、早速本日のオープニングナンバー参りましょう。マドンナの Like a Prayer。
千葉なその子のハピスマアフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りしてまいります。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。さあ金曜日、なんだかワクワクすると声のテンションもね、ちょっと張りが出てくるんですけどもね、週末楽しいことがまたやってくるなーなんて想像してたんですが、さあ今週はなんかボジョレーの解禁もあったりとね、なんだかこうお酒話がこう展開しそうなゲストさんがいるので、早速自己紹介いきましょうか。はい、こんにちは。沖縄残波岬ロイヤルホテル料飲部のチャラ男こと林田でございます。大人の国なんで、ね、いや2つ前ぐらいに子供の国の番組ずっとラジオでやってますね、はい、そうですね、大人の国ね、はいはい、私たちはそれでいこう。そうですね、はい、まあ、ボジョレーと聞いたらどうしても最初に思い出すのが私は林田さんだったんです。あ、そうなんですか。飲んでっかなとか思ったんですけど、はい、しっかりいただいた。飲みました、飲みました。あ、いいですね。美味しかったですよ。あ、本当、うん、1本飲んじゃった。いや、1本は飲んでないです。さすがにね、はい、たしなむ程度で美味しかったということですね、はい。まあ、今日はちょっとお酒の話は置いといて、お仕事の話ね、はい、前半ちゃんとやりましょうか。はい、はい、そして今日は女の子を2人、はい、新人さんというか新顔を連れてきましたね、はい、緊張してる顔してるんですけども、自己紹介できるかな。じゃあどっちからいきます。じゃあ、はい、こんにちは、はい、沖縄残波岬ロイヤルホテル料飲部の石川めぐみです。はい、石川めぐみさん、よろしくお願いします。ど緊張ですね。緊張です。私こうスタジオ入ってきた時、石川さんの顔見て、あって、すぐあったと思って、あったことあると思ってね。確か10月のスイーツバイキングでね、ありました。お会計の時に応援しましたよね、はい、なかなか今まで会わなかったですけど、いつもそちらにいらっしゃるんですか。いえ、林田さんと同じレストランに、うん、あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんだね。だから会わなかったんだね、きっとね。はい、石川さん、よろしくお願いします。はい、そしてもう一方。はい、沖縄残波岬ロイヤルホテルの婚礼課の太田と申します。はい、太田さんも超緊張してる。かわいそう。緊張しなくていいからね、
こんなノリですからね。OK ですか？はい、はい、よろしくお願いします。婚礼課から太田さんがいらっしゃってるということで、はい、最近残波さんは婚礼課の皆さんよく入りますね。はい、力入れてますね。ウェディング力入れてますね。はい、はい、まあそれも多分今日、お知らせあると思いますが、じゃあまず何からお知らせいきましょうか。じゃあそうですね、私のクリスマスから、うん、おいよ、はい、もう来ましたね。はい、もうクリスマスシーズンもう直前ですから ね、うん、ホテルといったらクリスマスですよね。ですよね。なんででしょうね、はい、なんででしょうね。やっぱりあのバブルの時期からそういうイメージがそうクリスマスディナーとかね、そうなんかカップルのイメージではね、こうホテルを予約するっていうのも争奪戦みたいなね、はい、そのイメージがあるんですが、はい、さあ残波さんの、クリスマスどんなことを企画してるんでしょうかね。13階のレストランラファールではですね、うん、特にまあ24、25、はい、あのピアノ の生演奏付きのディナーをご用意しております。ムーディーですね、はい、生演奏。生演奏ですよ。はー、ちゃんとプロのアーティストさんを、はい、もしタイミングが合えば私はあの生歌も一緒にやってもここ笑うとこここ笑うとこ笑うとこじゃないけどみたいな。お一人ですね、8000円でですね、うん、あ、そういう価格設定、はい、はい、フルコースで8000円、ピアノの演奏付きで8000円。はあ、これはフルコースというとどんなメニュー。例えば、はい、あのマグロとカニのシャルロット仕立て、マグロとシャンパン風味のビネグレットを添えてて、名前難しいですよね。難しい、想像するには難しいけど、はい、でも美味しい食材だな、はい、うん、カニか、はい、うん、シャルロットというのはあの、まあ、帽子みたいな形ですね、うんうんうん、こんな形にこうかたあのマグロとカニをですね、うん、寄せ盛る感じ、そう寄せた感じになって、はいはいはい、はい、あ、形なんだ。そうです、そうです。シャルロ、あのほら、あの例えばポンパドール風っていうのは、はいはい、あれなんかリーゼントみたいな風なのは全部ポンパドールなんです。ほー、そのポンパドールって昔の人のこの髪型を全部似せた。へー、あ、じゃあその時代からあるこう料理みたいな感じにもなって、そんな難しいね。それがどうしたって感じですけどね。でもそれがまたあの見た目大事ですからね、はい、お料理ね。そういう難しめの名前をつけて高級そうにして、でも美味しいですよ。美味しい、間違いないね、はい、食材いいもの使ってますからね、はい、これが前菜みたいな。前菜がもう一品ありまして、はいはい、うん、鴨のロティサラダ仕立て出ました。これはね、残波さんの食べたことありますね、私ね。ロティね、鴨美味しいですよ。美味しいですね、はい、ワインに合うんですよね、はいはい、でスープが、松茸とウニのフラン。わー、なんか季節ものですね、はい、アニス風味のエビとエビのナージュ仕立て。あのナージュ仕立てっていうのは、うん、スープを、うん、まあ香味野菜を入れて、はい、あの冷たいお水から、それともうエビも入れて煮立てて、はいはい、冷たいお水から出汁を取っていくっていう感じ。そう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 。でそれ最後にあの煮詰めて、うん、あのソースを作ったりするんですよ。いやー、すごい手間かかりますね。うわ、ラングスティーヌ真ん中に浮かべて、もうなんかさ、想像ついたんじゃないですか。なんかさ、チャラオが言うとおしゃれね。あ、ありがとうございます。なんか想像つくんじゃないですかって、うんみたいな言いたくなっちゃうよね。はい、あ、いいですね。その手でいつも女性を誘ってます、ね、うん、はい。ちょっと待て。はい、続きいこう。はい、では、お魚料理が海の幸とトマトの包み蒸し、はい、熱湯風味。うん。うん、でソルベであの味を整えて、うん、メインがフィレ肉のポワレ。あ、出ました、はい、焼きたてのフォアグラを添えて、うん、いいロッシーニみたいな感じ、はい、うわ、いいですね、贅沢。はあ、これがメインでくると、はい、はい、こちらソースはポルト種 のソース。おお、またこれも贅沢に、はい、いや美味しいですよ。それで8000円、いかがですか。お安い、はい、あのね、だいたいね、今相場的には1万円超えてますね、はいはい、ホテル の, あのクリスマスディナーというとね、はい、それを8000円でやっちゃうと、はい、いうことですね、はい、ただいまから1時間ですね、うん、あのオペレーターを増やしてお待ちしておりますどこの通販よどこの通販よ、本当にこの時間だったらおばさんたちが引っかかると思ったでしょみたいな。でもね、本当にこれはおすすめなんですよ。8000円というところがやっぱりリーズナブル、はい、だけどホテルの、ね、シェフが作るわけだから、そこでしか食べれない、味わえないちゃんとしたお料理がいただけると。それを13階の夜景とピアノの生演奏を聴きながらお召し上がりいただくと。わー、誰と行こうかな、行くなら ね、想像するだけでも楽しいですね、はい、あ、でもこれってあの人数の制限みたいなのっていうのはあるんですか。特に設けておりません。設けてなく、はい、はい、じゃあいっぱい入ったら大変ですね。
ただまあお席に限りはあるんで、うん、あのどこかでは区切らさせていただきますけども、うん、そうでしょうね、はい、じゃあでもこれって前もって予約してた方が一番無難っちゃ無難ですね。はい、ご予約いただいて、ね、はい、それもお予約なしではちょっと入れない可能性が非常に高いありますよね。ですよね、はい、ましてや予約をするとなるとお席もちょっとこうお願いみたいなね。そ、まあそれも、はい、ちょっといい席で邪魔されない席でとかね誰が邪魔するんですか、ね、分かんないけど私ですかそういうこともできると、ねね、いうことなので予約は絶対必須となってます、はいはい、よろしくお願いいたしま す, いいします。予約番号いただきましょうか、はい、うん、代表で098-958-5000番です。はい、5000番もうこれは忘れません、はい、私ももうこれ5年ぐらいずっと言ってますからね、はい、ありがとうございます5000番って言って伸ばしましたからね、うん、さあそちらの方にご予約いただければということですね、はい、これ提供いただける期間が限られてる。はい、はい、23もですね、はい、ですよね、はい、で生演奏があるのが24と25だけとなりますので、はい、そちらはお気をつけください、はい、ね、あのご家族で行ってもいいしね、カップルで行っても、はい、ご夫婦で行っても、まあ、あの読谷村はねどこから来てもちょうど本島の真ん中なの で, そうです、ね、すごい交通の便がいいんですよね。でましてや林田さんとかそういうあのお酒のプロフェッショナルも何人かいらっしゃるのであのそのコースにあったお酒もね紹介していただけたりということにはなりますので、はい、クリスマスにぴったりなディナーがご用意できてます。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、さあ続いてお知らせまだまだありますよね。うん、行きましょう、はい、じゃあ石川さん行きましょうか、はいはい、では1階のティーラウンジエメラルドより、うん、クリスマススイーツブフェを12月かに開催いたします。来ましたこれね、私10月にあったでしょ、はい、あのスイーツビュッフェ、あの時に会計の横にこのチラシがあって目ざとくチェックしましたあ、12月やってくれるんだと思って、この季節ってどうしてもさケーキ食べたいんだよそうですね、クリスマスなので、そう、それもさワンホールとなると重いのでちっちゃいのをいっぱい食べたいのね。だからこういうビュッフェっていうのは私は絶対行く派なんですけども、12月にやってくれると、はいはい、ただ毎日ではないんですよね。そうですね、うん、土曜日と日曜日、うん、で今回は23日、うん、あ祝日も、はい、入っておりまして、うんうん、31日だけはちょっと、はい、ですね、やらないやらな い, い, いやらないだって31日はみんな忙しいからケーキ食べてる場合じゃないよでもこれはね、あの私おすすめなんですよ。ザンパのねパティシエさん、あのペストリーの方々の腕って本当すごくて、あの男性の方でしたよね、はい、名前なんだったっけ、あれ、あのパティシエの一番上のどれかな、あれ男性の方でね名前が出てこない、関山さんですかね、かな、バツいくつぐらいの人、あ、具志堅さん、具志堅さん、そう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 、その覚え方みたいな罰いくつかあ、でも彼は結構あのネットで検索すると写真ちょろちょろと出てきますよ、ね、あ、そうなんですか、うん、出てきますよ、あの武将髭でいつもちゃんとひげ剃れみたいなそれは分かんないけどね私はね、でも本当にあのザンパさんのスイーツとかパンは定評がありますからね、はい、ありがとうございます。それが、まあ、ビュッフェスタイルでいろんなメニューがいただける。12月はどんなテーマですかね、どんな感じですか、およそ。そうですね、クリスマスにぴったりなスイーツブッフェなので、うんうん、ブッシュドノエルですか。ですね、ブッシュドノエル、あの、はい、ロールケーキ。そうです ね, ね、あとやっぱり気になる写真でこう山形があるんですけども、メインに黒缶ブッシュが出ました。はい、黒缶ブッシュは一発目に食べたい、一つ目を取りたいですよね、はい、てっぺんを取りたいっていう取ったのみたいなね、てっぺん取ったのみたいな、あ、これがあるんだ、これがメインなってくるわけです ね, そうですね、はい、いいですね。それでもさ、スイーツ以外にもあの軽食も並んでるんですよね。そうですね、実はね、はい、うん、スープサラダね、パンとか、はい、パンもありましたよね。ありますね、うん、これをねちょっとあのほら甘いのばっかりってちょっと胃がもたれるので、そういうのをね間に挟みながらね食べるっていうのが一番理想。私としては2回ぐらいケーキおかわりいけるかなっていう感じがしますけど。こんなのってあのなんていうかな、日本食だったら箸休めなんでフォーク休めですかね。フォーク休めっていうのか言わないか、言わないよ、もうじゃあ普通に中休みにしときましょうでも本当そうなんですよね、あの、はい、和食的な感覚で言えば箸休め的な感じでこう、うん、まあ、たくさん召し上がれますよね。そうなんですよ、うん、あのまあ、メインはねケーキなのでまずケーキを食べるじゃないですか。
でちょっとちょっとしょっぱいの食べたいなと言ったら、軽食ね、あの前回はグラタンかな、あれめちゃくちゃ甘くて最後そっちに走っちゃってケーキじゃなくてね、そっちに走っちゃったんですけどもね。でもあのなのでケーキが苦手な方と一緒に行ってもお食事を楽しんでもらえるわけでね、あのそういう形でできますから、ぜひこれはあの12月の、まあ、土日と祝日限定となっていますので、平日に行ったらやってませんのでお気をつけいただきたいなと思います。え、お時間何時からですか？お時間13時から16時、うん、で15時が最終入店のお時間ですね。はい、これ時間制限ないもんね。そうです ね、だから変な話さ、週末ってゆっくり起きるからお昼ご飯ずれ込むじゃないですかね。ゆっくり起きるじゃないですかね、自分のこともう他の人もみんなそうのようなあ、すまんゆっくりのんびりしたいわけさ。失礼いたしました、ね、そしたらさ、はい、1時から、まあ、そこに行くっていうのが私の、まあ、セオリーなんですけどね、決まり事なんですけどもねそこで食事もしながら、まあ、スイーツもたくさん食べるっていうのもありかもしれません。ぜひご利用ください。料金の方が発生しますよね。はい、うん、大人中学生以上が1600円、はい、で小学生が1000円、うん、幼児3歳から未就学児が500円ではいとなりますのでね、はい、これあのドリンクももちろんいろんなドリンクが飲めますので、はい、全然飽きませんのでぜひご利用ください。そこにまた石川さんもいらっしゃるのかな、そのタイミングは。私はいないです。いないんだいないのか、石川さんに会いに行ったらいないそうです。でも呼んでいただければ出てくると思います、はいね、そうですよね、はい、スタッフに石川さんいますって、石川めぐみさんいますって、めぐみさんでいいんだよね。はい、めぐみです、うん、いますって言ったらさ、さっさっさって走ってくるもんね。はい、はい、ラジオ聞いたよって言ってくれると嬉しいもんね。そうですね、ね、ぜひよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。さあ、クリスマス、クリスマスとね、もう続いてますけども、今度何のお知らせいきますか？ブライダルフェアの、お、いきます？はい、緊張取れたかな太田さん少し取れた、はい、ね、あの婚礼家最近すごい力入ってて、毎回ねブライダルフェアのお知らせとか行くんですけども、はい、今回もまた改めてブライダルフェアからいきますか。はい、はい、日付はいつになります？12月、来月の4日の日曜日に、うん、日曜日、はい、はい、なりますね。内容としてはどういう感じですか？はい、こちらもちょっとあのクリスマスの雰囲気で、うん、お、同じちょっと内容にはなるんですけど。あ、そうなんだ、はい、はいはい、例えばこの模擬挙式とか、はい、模擬披露宴とかそういう感じを。そうですね、うん、やるんだね、はい、いつ何時からのスタートとかって決まってるんですか？はい、うん、時間が、朝の11時30分から、はい、16時までですね、うん、あ、ということはその時間内でおおよその流れがこう分かる感じですか？はい、そうですね、挙式やったりとかで、披露宴ではもちろんあれですよね、あの試食会。そうですね、ありますよね、試食会も、はい、入ってます。あるんですよね、はい、これはその披露宴で食べるようなお食事をそのまま、はい、そうですね、出していただける、はい、うーん、いくらなんだろうこれ。フェア、こちらがお一人様、あの参加費で1000円、1000円だけでいいんですよね、はい、知ってたけどね、はい、すいません前回も聞いてるけどさ、はい、1000円でさ、はい、コース食べれるんだよ、披露宴の。ですからね、披露宴をあげようかなって考えられてる方が、うん、お昼を食べに行く感覚で来ていただければ ね、はい、1000円でフルコース食べて、うん、模擬挙式見て、ね、最高じゃないですか。そう、ドレスもいっぱい見て、はい、モデルさんがなんかやってくれるの？そうですね、はい、だよね、はい、見せてくれるんだもんね、はい、それ見て女の人が急ぎたくなるんだろうね、結婚はい、結婚したいみたいなねそういう風に男の人は引っかかってしまうという感じ。でもこのフェアはね、やっぱりいろんなところをホテルやってますけども、はい、まあ比較するにはね、ぜひ参加してみた方がいいかと思います、はい、でやっぱりザンパさんの披露宴の一押しっていうのはあのホールなんですよ、はい、プレシャスホール。あれはね、やっぱこの巷ではあの大きさはあんまないですね。ないですね、うん、この辺りではやっぱり、はい、ザンパさんが一番キャパが大きくて、で演出もすごくはいおしゃれで、ありがとうございますね。え、ペアシートで、なんとかシートって言うんですか、新郎新婦が座るやつ、なんていうの、ラブソファー、ラブソファーとかも、はい、いろいろチョイスできるんですよね、はい、ご希望に合わせてね、そういうこともできるので、最近ザンパさんの披露宴は本当にね、ハードルがすごい上がってて、 ありがとうございます。ありがとうございます。そう、すごいハミングバードとか最高ですよねヒラヒラヒラとしててね、うん、ああいうのも一生に一度ですからね。あ、まあ ねあれってやっぱり女
女の人が気合い入ってます。そうですね、やっぱ新婦さんをメインでちょっとまあ披露宴の準備だったりしてる、はい、でその時新郎さんをちょっと立てたり、うん、立て感じです。なんかさ打ち合わせする時ってやっぱ女性主導になってるの、はい、そうですね沖縄の女強いねやっぱりねそうか。でもぜひねこれあの、まあ、今年最後ですね、はい、ブライダルフェアね、はい、まあ、あの何ヶ月間に一遍のペースでやってるんですが、はい、今年最後となります。来年挙式をねあの、はい、披露宴をご予定なさってる方ぜひ残波さん の, そのフェアを体感してみてね、ちょっと考えていただければなと思うんですが、はい、もしこのフェア行って、ね、やっぱり残波さんであげたいと思った時に、はい、来年ぐらいになるじゃないですか。来年なんかおすすめプランあるでしょ。あります。作ったんでしょ、はい、それも一緒、はい、行きましょう。じゃ来年の2017年の4月、うん、5月、6月、うん、披露宴のお客様限定特別プランっていうのを最近作りました、はい、うん、作った、はい、456の限定、はいはい、どんな内容なんですかね、はい、こちらがプラン名があの、うん、ボヌールプランっていうプランですね。ボヌールプラン、はい、はい、うん、こちらが、ま、特典も結構、ま、演出オプション、うん、であの草加の、ま、ランクアップもプレゼントですね、はい、うん、ま、そういったオプションとかも入っておりまして、うん、であとは引き出物、はい、だったり、うん、あとはそうですね、あの席札、はいはい、も含めた、うん、もうほとんども込みのもうオールインワンプランそうですね、はい、ちょっと今休んであのスタッフ業務連絡です。ツイキャスが切れてるのでお願いいたします。聞こえてるかな、ミクさん聞こえてたらお願いします。ツイキャス FM 小山のツイキャスが切れてると、リスナーさんからいただいてますのでどなたか入ってきてください。はい、気づかないね、はい、じゃあ引き続きいきましょうね。この結構オプションっていうんですか、はい、込み込みでこうプランをするっていうのはあんまりないですよね。そうですね、大体基本料金があってオプションでこう追加料金していく感じになるんだけども、はい、今回はこれをごっそりほぼほぼ突っ込んじゃったっていう感じ。そうですね、ね、オプションもなんですけど、うん、はい、あとビデオ撮影だったり、はいはいはい、そういったのも含めてますので。あ、そうなんだ、はい、普通ビデオ撮影って別料金で結構取られますよね。はい、取られます。痛いですよね、あれね。痛いですでもやっぱり見直したいじゃないですか。うん、見たいもんね、見直したことないんですけどねなんで見直す取られた経験もないですよね。取られた経験は時々ありますよ。ありますか。取られたっていうか あれですよ、お客さんとして。あ、はいはいはい、あ、そういうことね、はい、本人の主役としてではなくて、ね、あ、オッケーオッケーでも、うん、ね、やっぱりここもう何十回も見て、あ、ここで確かこの人が転ぶんだよねとか、そういうのも覚えるぐらい覚えるぐらい見ますね。見るでしょ、うん、うん、ましてや本人であれば、はい、もうどこに行っても親戚の絵でも見せるし二人の時間でもずっと見てるしみたいなね。ぜひ欲しいですよ ね。それも込み込みです。そうですね、はあ、はい、デジになってるねでも価格的にはこれおいくらで設定したんですか、はいはい、こちらがあの先ほどあのご案内があったあの1階のプレシャスホール、うん、はい、はい、こちらが200名様で、うん、料金が195万円。195万円、はい、200万切ってる、はい、オプション込み。そうですね、全部込み、ほぼほぼ。そうですね、はい、これさえあれば間違いなく上等な披露宴が挙げられる、はい、挙げられますという中身、はい、200万ぐらい、はい、そうですね。どんなもんなんですか、相場的に。これって安いですよね。安いです、はい、ね、結構もうちょっと、はい、かかりますよね。オプションくっつけたっかしもっかししてたら、はい、私もっとかかったよ。かかるでしょうね、当時の私、はい、当時のということは、何十年前のね何十年前の話ですけどもね、まあ、私はホテルではなかったんですが、でもホテルとなるとやっぱり一人単価が高いというイメージがあって、はい、200名だったら、いや普通に300は超えてるかなと思ったんですけど、200万切る。切ります。いいですね、はいはい、これが456限定。そうですね、ですね、はい、あのこの価格だったら絶対人気あるじゃないですか。はい、対案とかいい日はすぐ埋まっちゃうね。そうです、埋まります。はい、もう埋まってる、すでにほとんども。今来年の、まあ、10月11月とかも結構問い合わせが動いてます、うん、うわこれちょっとフェア行ってさ、はい、まあ確認して、はい、その時点でとりあえず仮押さえとかできるの。
はい、大丈夫です。ね、それやった方がいいか、はい、その価格でできるんだから、はい、やった方がいいですよね。はい、これちょっと結婚考えてる方は朗報ですね。200万切って200名ご招待でね、はい、200万切ると、それも全て込み。私個人的にあの宿泊もできるとね、あの新郎新婦ご宿泊もあったりということなので、はい、ネームプレートも全部込み、はい、ああいう細かいのが結構お金かかっちゃうんですけども、それ込みで200万切ってるということなので、はい、もし人数が増えたら、まあ一人頭追加みたいな感じですかね。そうですね、はい、うん、これを倍にすることもできるんですか。例えば400名呼びたいとなったら、はい、会場側も空きがあれば、うん、もうそれもあの対応可能ですので、はい、そうなんだ、はい、もうなんか安いの出しましたね、いよいよね、はい、頑張りました。出ちゃってるねあ、でもいいですね。このやっぱり若い2人ってのは予算的に厳しいから、うん、何かしらとね。そうですね、うん、でもこれが安いとなると、あの先ほどチャラ男さんが言ってたんですけども、新婚旅行代が浮きます。これね、ハワイって考えてたけど、ヨーロッパ行けますね。え、ま、そうだね、ヨーロッパ行けるね。イタリアぐらい行けるんじゃないですか。いや、行きたいですね。行きたいですよね。イタリア行きたいあ、でも本当新婚旅行も行っても300ぐらいで済むんだね。そうそうそうです、 ですね、はい、200万円で 100万も新婚旅行かけるんですか。え、違う違う、ほらお土産買ったりさあ、そっかそっか、そういうの考えるとね。あ、でもそう、安いですね。安いですよ、それ考えるとね、はい、さあ皆さんどうしましょうか。結婚式終えた方、もう一回あげてもいいですよと私に言いたいけど、ね、はい、ぜひこの沖縄残波岬ロイヤルホテルのウェディングの方も体感していただきたいということで、本日は12月4日の、ウェディングフェア、それとまた4、5、6、もう2017になるんですね、来年ね、はい、その4、5、6月限定 の、まあ、あのこのウェディングプランですか、を準備しているということなので、何か気になる方お問い合わせ、ね、いただければいいですね、はい、フェアは特に予約はなさらなくてもいいんですか。やっぱ事前に予約が必要に、はい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 、なりますので、うん、はい、じゃあ連絡先いただきましょう。代表ではないですよね。はい、うん、098-958-7200 です。はい、これはちょっと変わりますね、はい、958-7200 番、婚礼直通になってるということなので話が早いということですね、はい、はい、そこに太田さんもいらっしゃると、はい、いうことでね、はい、なんか困ったことあれば太田さん教えてって、はい、行きましょうか、はい、ね、また今度来た時には太田さんと石川さんは、うん、あの林田さんのようにね、チャラ男ってついてるじゃないですか、2人にも何かニックネームがつくような気がしますのでねよろしくお願いしますね。今日までは石川さんと太田さんということで紹介させていただきました。どうでした、緊張しました。緊張しました。した、はい、本当まだしてるはい、あれまだしてるんだね。なんかういういしいね。もう林田さん、若い女の子連れ歩いて幸せですね、本当にねあ、でももう一つお知らせありますよね。はい、中華、はい、行きましょうか。これは、はい、林田さん行きます、はい、うん、はい、ま、先月もお伝えしたんですけれども、うん、オーダーバイキング、はいはい、おすすめしてるんですけども、うん、あの今回ですね、あの地元特別、ま、ローカルプライスということで、はい、もちろんあのオーダーバイキングもあるんですけれども、うん、飲み放題のプランを、え、待って、オーダーバイキングにプラスしていいの。はい、プラスで本来1850円、うん、お一人様 の、はい、あの飲み放題のプラン、はいはい、90分プランを1650円200円引きで。マジで、はい、じゃあそのオーダーバイキングとくっつけたら、オーダーバイキングっておいくらでしたっけ。お一人3700円ですね、はい、ということは暗算ができない私5000ちょっと、はい、これでですね例えば女子会とか、うん、もちろん忘年会ですよね、はい、小さいまあ20人ぐらいの、うん、小さい20人以下のもの、はい、会を何かご予定でしたらぜひおすすめでございます。結局1850円が1650円になるということは、うん、10人で、ね、2000円浮く、はい、お一人分は浮くっていうことになってくるじゃないですか。うん、あ、なんかほら最近さ、女性だけの忘年会とかも流行ってるというじゃないですか、はい、おしゃれなお店に行ってとかって、ホテルランチじゃなくてそれをディナーに変えて忘年会っていう方には、じゃあこれおすすめですね。ぜひぜひですよ、ホテルのシェフがね、うん、作りたてを食べ放題なんですよ。そうなんですよね、フカヒレ食べ放題。フカヒレ食べ放題じゃないです、ごめんなさい。相変わらずダメ、ま、絶対ダメ。前も言ってましたよね言った言った折れないな本当に。でもね、うん、38種類、この前ちょっとね食べに行ったんですよ、私自分でも美味しいから。実はお誘いいただいたんですよ、ね、そう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 
で全部制覇しようと狙ってたんですけど、うん、結局全部制覇できませんでした。1回で、はい、いや1回で全部制覇は無理でしょ。いやでも ね20人ぐらいいたらできそうですよ。あ、まあ人数いればね、そうできるけどね、1回で30何種類はね。それでもね頑張ってね狙ったんですけどね、うん、結局その時も6時半に行って、うん、10時ぐらいまでいましたからね。無理やり食べてましたどんだけ食べるんですか飲み放題は一応1時間半で、あ、まあ、でもいいですね、飲み放題がその価格でいけるっていうのはちょっとこれは忘年会にぴったりかもしれない、はい、ぜひぜひ、ね、林田さんからお誘いいただいたのにね、残念でした。私ねちょっと沖縄から逃亡してたんで行けなかったんですけどもその時だったんですか。そうです、そうです。あ、いいな、まあ、じゃあまた別日でね、はいはい、ぜひお誘い合わせの方はい、ただこの中華の方は定休日ありますね、はい、これは言っとかないとね。定休日がですね、うんうん、毎週火曜日がお休みでございまして、はい、でこのオーダーバイキングに関しましては、うん、7時半までの最終入店とさせていただきます、はい、まあ、先ほども申し上げた通りね、うん、食べきれなくなっちゃいますんで早めにお越しになった方が、うん、はいはい、もう6時空いたらすぐ座ってもうすぐ一品目注文してみたいなね。それでも、うん、なかなか食べきれませんから、ね、まあ絶対一人一品フカヒレいきますよ。フカヒレはもちろんついてお一人ご一品ご注文いただけますんで ね、はい、ぜひ食べていただきたいなと。もう残飯の中華は間違いないですよね、はい、本当に昔から手際ありますね、はい、中華はね、本当中華と和食は昔からすっごい手際あってね、美味しいですよ、美味しいんですよ。でそれもオーダーバイキングなのであったかいのが食べれるっていうのがすごいおすすめだなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お知らせ以上となって、あっという間ですね、もう残り、はい、10分ぐらいしかないんですけども、もしもしアモン、はい、メールはいっぱい来てるので走るように読んでいきましょうね、はい、後半戦 CM 挟んでいきたいと思います。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。さあ残り10分しかないんですけども、お三人メール読んでいいですか。はい、はい、ハッシュ
ていきますよ。もうめちゃくちゃいっぱい来てるので、まずあずみんさん、ありがとうございます。そのたん、お久しぶりのあずみんだよ。ランチ券欲しいからメールしたさ、当たるといいなということで、それ狙いでしたね。ありがとうございます。そしてこれはジェヒョンちゃんですね。その子様こんにちは。ハイサイグスヨーチューガナビラと、愛知県の方、うちの口上手ですね。みんなのアイドルイジェヒョンですよ。もし試着室から出てきて靴がない、そんな時は豊洲の市場視察に来たあの人みたいにおんぶしてもらうって。あれ豊洲じゃないよね、どっかあのおんぶしてもらった人いましたね。はい、どこでしたっけ。あれ豊洲じゃない、なんか東北の方ですよね。あ、北海道、あ、北海道じゃなかった、どこだったっけ。あ、北海道だったね。ですよね、いましたね、そういう感じの方ね。お嬢様におんぶお願いしようかなって。いや無理です、私おんぶしません。ありがとうございます。そして日賀須さんから来てます。お疲れ様、その子さん、昼ラジリスナーの皆さん、今日はとても良い天気ですね。リスナープレゼント応募します、当たりますようにと住所も書いていただいてます。ありがとうございます。そしてこれは今日もおかしなラジオネーム銀のトロンボーンさんから来ました。久しぶりのなメール。今日も貫禄のある素敵な千葉なその子さん、おお、体型はな、体型は貫禄ありますけどね。ゲスト、ザンパホテルスタッフの皆さん、今日のもしもし案も、お店で靴がなくなったらそんなことあるのって。学校の体育館での集まりではあったけど、予防法としては上履き靴は履いていかないことかな、あ、上等靴は履いていかないことって。でもおしゃれしたいな。ねえ、したくない？忘年会とかさ、女子会行っておしゃれして島上り嫌じゃない？嫌だよね。嫌だ、上等靴は着たいですね。はい、そしてチャラチャラ AKB ファンさんからも来てます。その子さん、こんにちは。もしもしやも行くねと。もしもお店で靴がなくなったら、俺はですね、誰かにいらない靴をもらうか、深夜に空いている店に履物を買いに行くか、なかったら靴下で買えるしかないっすねと。ここで整いました。ボジョレーヌーボーとかけまして、仕事熱心のその子さんとゲストさんと解きます。その心は、どちらも解禁もの、解禁もつきものです、以上と。わかりました、解禁、ね、解禁、ボジョレーの解禁、私たちは解禁症、常に働いてるということですね。はい、説明しないと伝わらなかった。AKB ファンさん残念。ありがとうございます。さあ、そしてアメリカ通りさんからも来てます。東京からですね。ありがとうございます。こんにちは、その子さん、スタッフさん、リスナーさん、聞いてますよ。ゲストさんたちのウェアがいいです。こんなの欲しいなって、売ってないんですよね。ユニフォームなんですよね。はい、売ってないですね。そうなんですよ、社員になってください。欲しかったらね。お願いします。そしてジェームスから来ましたね。ナゴン中ジェームスですね。千原さん、こんにちは。元気してますでしょうか。今ユーストリームで見て聞いてリフレッシュしています。そういえば千原さん、昨日は千原さんが好きなワインボジョレーヌーボー解禁日でしたね。早速飲みましたか。千葉さんはやっぱりワインが似合います。今度はボジョレヌーボー会いましょうと。あ、ボジョレヌーボー会しましょうということですね。はい、ありがとうございます。名護までは遠いな。遠いけど来てちょうだい、じゃあね。こんな感じで来てますけども、さあ、もしも靴がなくなったらチャラ男さんどうしますか。私はね、裸足で帰ります。裸足、さすが。あのね、たまに裸足になってみてください。なんで。気持ちいいですよ。あー、でもちょっとわかる。わかるでしょ。解放された感わかりますね。なんで人間って靴履いてんでしょう ね不思議ですね。これが大体いつも島造りなんで私。あ、なんかでした。でした。短パンに島城でしたね。そうです。でもそれがまたチャラっぽくていいですね。ありがとうございます、褒め言葉でございましたけどもね。さあ、太田さんはどうする。靴がなくなったら、靴がなくなったら、今考えるんかい。ごめんなさい。もうどうする、裸足で帰る。裸足ではさすがに帰れないので、ひとまず、もうこの店員さんの、このスリッパ、お店の、はい、お店のスリッパをちょっと事情話して、借りて帰る。一緒一緒、私も一緒。私あったんですよね。だからお願い草履貸してっつって。そしたらね、貸してくれるんですよ、意外と。でもお店としては時々あるのかもしれないですよね。でしょうね。で、私はもう最悪
車に靴常に乗っけてますね。ゾウリと匂い大丈夫ですか。大丈夫よ。大丈夫よ。ローズの香りよ。どんなよ。さあさあさあ石川さんは。私もお店の人に。やっぱり女性としては、はい、裸足では帰れないよね。でも人の靴よりかはいいかなって思いました。林田さんの聞いて。ああ人の靴履いて帰るよりは。何があるか分かんないからね。そうですね。お水虫とかね、うん、でも寒くなければっていうあの条件は入りますけど、うん、なんか街で裸足の女性見かけるとなんかセクシーな気がしません？あーするかな。なんか分かる気がする。なんかねいいでしょ。分かる。なんかドラマティックな感じが。私はなんかセクシーな気がするんですけど、ね、なんか横に今日候補の方がいらっしゃるんですけどね。あーって同感なのかしら。笑ってましたけどもね。あ、お昼なんで。あ、お昼なんでね。これ夜の話に行きそうなのやめましょうね。あ、でもねやっぱりこうこれから忘年会シーズンだとどうしてもね靴の間違いが、私は2回ほど経験があってですね、どうしようもなくて、あのほら座敷の靴箱の時にお店のさ、あのゴムの草履で名前書いて、はい、お店の名前書いてトイレ行く時の、はい、あれをもう借りて帰りましたね。2回も靴は帰ってこず。あれはでもショックですね。あのいい靴履いてたらね、うん、せっかくこの年末年始の特にお正月に向けてこう新調したね買った靴を買ったばっかり履き鳴らすために忘年会とかでやっていくわけですよ。そうなってくるとねちょっと悲しくなりますけども、うん、じゃあこれあの履き間違えられないためのなんか対策とかってありますかね。考えたことないです。考えたことないですね。ねえ靴箱、あの鍵がついてる靴箱置いてるお店さんとかあるじゃないですか、うん、ああいうところは助かりますよね。だから、ね、あそうですね、うん、それだったらもう絶対こう確保はできると。でもな、もういい靴履いていった時はもうなんか どうしたらいいんだろう。分かった。小学生みたいにビニール持ってくビニールに入れて置いとくカバンの。ダメですか。あでもそれが一番いいじゃないですか。でもそれだったらね間違いなくあれですよね、うん、あの確保はできてるわけですからね、うんうん、ああそうだな。でもあのもちろん私にも言い聞かせますけども、あのラジオ聞いてる皆さんもね履き間違いのないようにねお願いした い。 いくらお酒飲んで酔っ払ってるからといってね間違いないようにしていきましょうね。またそしてこう飲みすぎ食べすぎにもご注意ください。人のこと言えませんが、はい私も林田さんもチャラも、ね、言えませんけどもご注意くださいね。さあもうラストとなりました。今日初登場のお二人にラジオの感想聞こうかな。太田さん、はい、どうでした。初めてのラジオ、初めてのラジオに出してもらって、はい、とても緊張して、うん、ちょっとどう話をしていいかがわからない部分もたくさんあったんですけど、はい、結構あの楽しみながら、うんうん、はい、あのラジオをにちょっと出演させていただいて、はい、本当に良かったと思ってます、はい、また機会があればぜひあのちょっと頑張って、うん、いけたらなと思う。そうこれでさ、はい、また接客術もね向上するわけですからね、はい、もういろんな人に話しかけてるわけですからね今ね。これやっとけばあとはもう何も怖くないと、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。さあそして石川さん、はい、私も緊張したんですけど、うん、何なんか手が上に宙をかけましょうけど宙をかけましょうけど、ラジオなんだよな、身振り手振りと伝わりません、うん、なんか見えないものがいるんだね。あっという間で楽しかったです、うん、そうね、ちょっと映像もあったりとかして ね、 それで緊張したかもしれませんね。自分が映ってるっていう緊張感もあるんですけども、またぜひ、ね、はい、お知らせいらしてくださいね。はい、はい、来ます。はい、ありがとうございます。さあ最後林田さん、毎度のごとくどうでしたか。はい、うん、私もあのまた来る機会があったら緊張せずに大人の君に林田でした。絶対緊張してないです、ね、今度からエコーかけますね、その大人の君にはね。いいでしょ。私もう自分のテーマソングにしようかな。いいですよ。ありがとうございます。あ、なんかこれ曲もつけたいですね。自分のジングルにしようもん。ジングル作っちゃってどんなホテルなんですかね。本当にね、まあ、こういうメンバーでお届けしてまいりました。本日のゲストは沖縄残波岬ロイヤルホテルの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあお送りしました千葉のその子のハピスマフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワ、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、
他各社の協力でお送りいたしました。それでは千葉のそのことはまた来週お会いいたしましょう。それではさようなら、せーの、チャオ。チャオは